はい、えー、おはようございます。炎蔵です。9月29日、朝会よろしくお願いします。ということで、まあ私炎蔵と申します。 えー、インターバンクディーラーとして25年ぐらい銀行で為替ディーラーやってました。えー、所属してたのはシティバンクとスタンダードチャーターと銀行です。まあその後銀行辞めてから皆様と同じように個人投資家になって、まあ株もやってるんですけどね、株、FX 株、先物オプションという感じで、えー、トレードしながらこうやって、えー、情報を配信していますのでよろしくお願いします。ということで今日のお,お品書き。 AQE、まあ、クワンタティブイージングですよね。再開で債券市場が落ち着く、市場の圧力で緊急措置ということで、昨日はちょっと、まあ、A 中銀、BOE の動きが、あのー、市場の大きな材料になりましたよね。えっ、ー、と、な、なぜかというと、まあ、ご存知のように、先週の23日に、トラス政権、あのー、まあ、 減税ととと景気刺激策をやったということで、まあ、それはあのー、国債発行増額ということで、えー、っと英国大丈夫なのかということで英国の長期金利が急騰して、えー、ポンドが売られて、えー、ということになったんですよね。まあ、それが、えー、っと昨日は英、あのー、中銀の措置で債券、えー、利回りが低下と。 いうことになりました何をやったかというと、まあ、QT、あのー、バランスシートの縮小市場に、えー、英国債を売って、えー、バランスシートを縮小していくっていうことをやる予定だったんですが、まあ、それを延期して、えー、っと長期国債の買い入れを再開するよというところなんですよねでこ,こちら、えー、っと9月28日昨日から10月14日まで まあ20年超の国債を最大50億ポンド買い入れるということで、まあ、これ、あのー、マーケットの状況によっては無制限ということ,ことなんですが、要は、うんアメリカ、英国の長期金利が上昇、要は債券がすごく売られたわけですよねあ、あのー、英国の財政が危うくなるのではないかということで、まあ、それで債券が売られたんで、その債券を買うと。 というでしたで今永中銀っていうのは8,380億ポンドのバランスシートを持っててこれを1年で800億ポンドずつ削減する QT をやるっていう予定だったんですがまあそれの目標は維持ということでただ、えー、と10月14日まではあのーまあ、次元措置ということで 国債の買い入れをやりますよっていうことを言ったわけですね。まあこれによって、えのイギリスの十年債利回り4.5から4%に低下、ドイツの10もの十年債も2.35から2.12%に低下して、まあ株式市場も小幅に上昇ということで、FT が0.3%、ストックス600が1.17%の上昇ということで、うーんまあ。 イギリスまたですかっていう感じなんですがちょっとエリザベス女王がもうなくなる前にあのこういうちょっと資料を作って、まあ、エリザベス女王とポンドの70年間をやろうかなと思ったらちょっとお亡くなりになられちゃったんですがえっと まあ、ポンドって昔1、1ドルじゃない、あの1ポンドは7ドルとか8ドルの時代があったんですが、まあ長、長らくは4から5ポンドぐらいだったんですよね。で、戦争が第二次世界大戦終わった後、まあ、ポンド危機とかなって、ずっと落ちていくわけなんですが、まあ、こういう時代もありましたというところですね。で、えっと、まあ、 ERM 1990年に、えー、ERM 欧州為替メカニズムっていうところに加入したんです、今度は。で、これは、えー、といずれあのユーロっていう通貨を作ろうということで、ただその頃はやっぱりドイツマルクが非常に強くて、えー、強かったんであの、そのドイツマルクを中心にこう各通貨がもしその通貨が売られるようだったら買い支えて。 っていうことをやって、徐々にこう各通貨のその、まあ、差をなくしていくっていうわけじゃないんですけど、そういうことをやろうという ERM っていうのを最初やったわけなんですね。ただ、このとき、ポンドは非常に実力より高い水準であのー、この ERM に参加したわけです。まあ、これこの時ってポンドマルク 言ってポンドとマルクの取引だったんですが、まあ、そこに目をつけたジョージ・ソロスなんかはえポンドが強すぎるということでポンドを売り浴びさ売り浴びせてまああのー、マルク買ったわけなんですけどまあそれで、えー、一時、えーとまあ、ポンド危機になって、えー、一時この ERM をだあのー、から 離脱して、まあ、すげえポンド安になったんですけどそのおかげでポンドは非常にあの英国は景気が良くなったっていうのがあのソロスが英中銀を打ち負かしたっていう事態だったんですけど、まあ、まさにあの2022年の,あのポンド危機じゃないですけど市場の圧力で、えー、打ち負かされて、まあ、今回は英中銀が QE を 再開するってことで落ち着きましたけど、まあなんだかなっていう感じですよね。うん まあと、だから全般的に昨日はあは、のー、英中銀が債券改良を復活しますよっていうことで、ギリギリで、ちょっとマーケット、非常にや,、まあ、やばい状況だったんですけど、ギリギリでこう、あのー、踏ん張ったかなっていう感じで、世界的に債券利回りが低下して、株価も反発したっていうところで、ああ、よかったなっていう感じで、あれ、放置してたら、ちょっとまずかったかもしれないですよね。うん まあそんな感じで、えー、とアメリカの2年生利回り,りも4.3から4.12に低下10年生も3.96から3.73に低下 DAO が1.88%上昇 SP が 1.97NAS も2.05%上昇という形になりました。はい、それではちょっとそれぞれ、えー、見ていこうかなと思うんですけど。 そうですね昨日はいろいろちょっと指標が出たんですけど、うんまあ、アメリカのトレードバランスですよね、これが、えっと、873億ドルの赤字ということで、えーまあ、これは3.2%ぐらい赤字が縮小したというところですね、これ、輸入が結構減って、えーまあ、輸出も減ったんですけど、アメリカは不況になると輸入が減りますので、まあ、それの影響なのかなと。 いう感じがしますあとは、えー、とこちらですよね、えー、と全米、えー、リアルスター協会 NAR っていうんですけど、これこ、こが発表した8月の中古住宅販売仮契約指数っていうのがあって、まあ、中古住宅の、まあ、仮契約ですよね、これは指数なんで88.4ということで、これ、前月比で 2%, 2 ほど低下したということで、まあ、住宅金利の上昇と住宅価格の上昇っていうことがダブルできてるんで、これで中古住宅の販売がすごく落ち込んでるっていうところですね、ここの購入期契約も3ヶ月連続で減少していますということで、えー、っと、 まあ指数自体も10ヶ月中9ヶ月低下してるというところだったわけですね。まあ、結構落ちてますよね。うんまあ、これ、各全米のどこが落ちてますかみたいなところで、西海岸なんかはちょっと1.4%上昇してるんですけど、中西部とかあの北西部とか南の方も、南がまだマシっていう感じですよね。うんまあ、そんな感じになってますと。 いうところですね。世界的にやっぱり金利が上がると住宅市場ってすごく落ち込むんでここら辺も今後注目材料になってくるかもしれませんね。はい、で最初あのー。 まあ下落というか、あのー、前日と同じレベルで、えー、スタートしたんですが、まあ、徐々に上昇していったということで DAO が 1.88%NASS が、あのー、2%SP500 が1.97%の上昇ということで、まあ、これは債券、えーあのー、利回りの低下が世界的に株価の上昇を促したという形になりました。 でえっ、ー、と全般的に全部上がったんですが、アップルですね、アップルだけはこう下落ということで、I、iPhone の増産をしないんではないかということで、これ、東京時間にこのニュース出ましたよね、まあ、それで日経平均が2万6000円割れたわけなんですが、ちょっとあそこのとこは謎の下落でしたよね、うん、何が起こったんだという感じだったんで、うーんと。 日経平均の先物、ここなんですが、えー、っと昨日の東京時間、ここですよね、2万6000円を割れて、えー、この時に、えー、iPhone の増産、あのー、をしないという、そういう計画が、ニュースが流れて、まあ、それで一時2万5680円までいって、まあ、その後、比検にかけては2万、えー、6000円に近いところまでいったんですが、えー、欧米市場で、えー、っと、まあ、 長期金利が低下すするととと上昇していいっったということでで今やっぱり月末の動きなんですよねちょっと月末の動きで時給面から言うと,、えー、と月末の買い需要がトピックスで1兆円日経平均がただ2000億円合計1兆2000億円ぐらいの買いが出るということで、まあ、これ、配当の再投資ということで今日、配当落ちなんで日経平均そのままだと大体220円ぐらい落ちるんですけど あのまあ、それは配当落ちの分っていうことなんですが一方で、えー、とファンドなんかが、えー、再投資の分で、えー、先物の日経平均買わなきゃいけないということで。えー 1>, まあ1兆2000億円の買い需要と一方でえと日経平均の採用銘柄の入れ替えというのがあるのでこれが5200円の売り圧力合計で6800億円ぐらい買い圧力、買い需要があるんですがさてさてこれどうなるのかというところですよね。やっぱりこの 下落前っていうのが、えっ、ー、と、この2万6400円から500円のところが、異常になんか重かったですよね。なんか上い,いけないなという感じだったんで、まあ、ここを完璧に抜けられるかどうか。で、一応なんか、なんで株が下がったかというと、あのー、水星の逆行があるということで、9月10日から10月が日、水星の逆行期間ということで、まあ、ここら辺がね、あのー、 まあ、あの天体とか詳しい方はこういうのをよく見てらっしゃるんですけどそれがもうすぐ終わるというところなんですがこの2万6500円600円抜けてくると2万6800円から900円のゾーン2万7000円のゾーンというところが見えてくるんですがさてさて今日どうなりますかというところですよねあとはやっぱり長期金利こんな感じで低下してきてます、えー、2年債、10年債も低下してるんで まあそういう意味ではドル高が一服したということでこの114あたりっていうのは重かったんですよねでかなりドルインデックスを落ちましたでドル円も えと円どうも、えー、と昨日も言ったんですけど、144円の後半というところは重かったですよね、まあ、介入効果があるのかどうかということで、今日明日明日ですね、実際、介入どのぐらい出たかって分かるわけなんですが、まあ、ちょっと重くて、一時144円割れまでいったで、ユーロとかポンドとかが下落してたのが反発しているというところですね、昨日はドル売りの流れになったというところですね。まあ、ポンドもそううですねと、e、ということは長期金利が 下がるんで、まあ、そういう意味では売り材料でもあるんですけどやっぱりその非常にあの悪材料で売られた分のちょっと返しが出たドル高の返しが出たという感じでクロス円なんかも、まあ、最近ちょっとねリスク回避で円高になってリスク先行で円安になるっていうなんとなくそんな動きが復活したかなという感じなんですがクロス円も上昇してきてあのユーロ円140円台。 回復ですよね、まあ、ここら辺維持できるのかどうか、まあ、ポンドで円も一時152円まで下落したんですけど、まあ、その前もっと落ちましたよね、あの金曜日のところですよね、149円ぐらいまで行ったんですけど、ま,あ、また157円ぐらいまでということで、これ、落ちる前って、えー、と160円ぐらいのところにいましたよね、うん、ここら辺にいたんで、まあ、ちょっとそこまではさすがにいけないかなという感じで。 一方で5ドル円とかも売られて、乳児園なんかも売られたのが反発してきてるという感じになりました。はい、えっと、今日のところなんですけど、経済指標的にはそうですね、うーんと、 そうですね、えー、と大きいところで言うと、アメリカも GDP とか失業新規失業権申請件数とかございますがあまり関係ないかなという感じですよね。うんまあ、引き続き、中銀関係者の発言を、まあ、注意しつつ、メキシコ中銀今日ありますけどね、あの深夜ね。 ありますけど、まあメキシコぐらいで,、えー、ですかね。はい、というところで、えー、とまあ、あのー、総括しますとちょっと A 衆、えーえーえー、まあ自分たちでちょっとねバタバタやってそれで、あのー、<laughs> それを返してるっていうところなんですがうんまあそれの急意、e、再開によって、えー、一旦、あのー、市場が落ち着くということでこのまああのー。 リスクオンの動きどこまで続くのかちょっと見極めが必要かなというふうに思います。ということでこの動画が良ければいいねボタンとチャンネル登録まだの方がいらっしゃればチャンネル登録よろしくお願いします。ということで今日も頑張りましょう。